こんにちは。私と吉谷さんが、そうですね、今まで平成の時代から培ってきたビジネスモデルっていうのは、吉谷さんが言われたように偶然集まった人たちではないんですよね。こちらから意図的につながっていった人なんですよ。1万リストあっても、その1万リストの一人一人に少なくとも声をかけてるんですよね。こういうふうなワントゥーワン動画を作ったりとか、その人のメールにパシッと答えてるわけなんですよ。ですんで1万人の濃さが違うかなと思います。で、必要な時には必要なメッセージをきちんと送ってるってことなんですよ。だからね、人気 YouTuber と言われている人、10万人とか100万人とかチャンネル登録いますけども、このゲートは逆にできないんですよね。そんなに多くなっちゃうと、せいぜいできてダイレクトメッセージの返信は1万人が限度ですね。1万人のうち 1% が毎日何らかの形でメッセージを返してくれて、それに対して返信をしたとしても1日100件なんですよ。1日100件が限界じゃないですかね。だからそれ以上増えていくと全体回答になっちゃうんですよ。全体回答だと自分に対して1対多数なんですよね。だから自分一人のために答えてくれたというよりもちょっと感動が薄まるんですよ。その分だけ私たちに付け入る隙があるっていう形でございます。でも、やっぱ人っていうのは、自分が浮気するのはいいけども、相手に浮気されるとやきもち焼くんですよね。ですんで、私たちは情報発信者としてやってますけども、情報を受け取る人はいろんなものを掛け持ちでやってるんですよね。その中で一人の人を捕まえたい、この人の発信にすごく魅了されたっていうふうに感じて、多分ドリアカとか私の塾とか速稼塾に入ってくださると思うんですけども、そこがやっぱり新しいビジネスモデルと言えるんじゃないかなと思うんですよ。で、例えて言えばね、私たちはチェーン店じゃないんですよ。裏路地を1本2本入った本当個人商店なんですよ。で、そこに来る常連さんっていうのはいつも満員ではないっていうのが前提で来てるんですよね。場合によっては自分の貸し切り状態、いっぱいお客さんが入っても2人3人ぐらいの状態で落ち着いて食べれるし、でマスターみたいな感じで声をかけると、おいよみたいな感じで必ず返信が来るみたいなね、そういうふうな我が家をこういうふうにね感じてくださるんじゃないかなと思うんですよ。その関係性の濃さが私たちの武器かなと思いますし、そうなるとやっぱりね、限界値ってくるんですよ。例えば私今ね、チャンネル登録の数って伸び悩んでるんですよね。1万4500人に行ったと思ったら1万4400人に今後退してるんですよ。毎日見てますけども、10人増えたと思ったら20人減るみたいなことをこう繰り返すんですよね。それはどういうことかっていうと、私の個別の対応限界は1万4400人ぐらいだってことなんですよ、今の時点では。これからもっともっと力をつければ2万人に頼ると思うんですけども、今までもそうでした。3000人とかで1回アッパーが来るんですよ。で、ずっとやっていくとちょっとね、力がついてきて7000人、8000人が対応できるようになるんですよ。で、それを超えて1万2、3000人ができるようになったんですよ。で、今1万4000人から5000人が超えられない壁なんですよね。この私のチャンネル登録が伸びるか伸びないかっていうのは、一人一人に対応できてるかどうか、これなんですよ。やっぱりね、今ね、コメントがついても毎日数百件のコメントなんで、コメント返しができてないんですよね。もう間に合わなくなっちゃったんですよ。ですんで3ヶ月遅れのコメント返しとか今本当にあるんですよ。で、できればコメントを返してあげたいなと思いますんで、コメント返しますけども、まだね、もう数百件とかじゃなくて数千件返せてないのがあるんで、もうこれで収集つかなくなってきたなってことでございます。いや、なかなかね、私も YouTube だけやってるんだったらまだいけるんですけども、 YouTube は本当、私暮らしの一部ですからね。これはもうね、決めてるんですよ。 YouTube のこのやり取りに暴殺されないようにしないとな、あるところでちょっと線を引かないといけないなと思ってるんですよ。というのが、私の速稼塾っていうのは結局私の暮らしに近づくための塾ですから、私が24時間忙しいのはやっぱりね、出口としては好ましくないかなと思ってるんですよね。いってらっしゃい。